こんにちは今日は会社設立をネットでやる方法ということでお伝えしようかなと思います。まあ、これブログでは上げてたんですけど、意外と YouTube で上げてなかったなというので、会社を効率よく設立する方法ということで、その会社設立に必要な税金の知識ですとか、法律的なことですとか、まあ、こうした方がいいですよということも交えながらお話ししていこうかと思いますで。ちょっとこの画面を切り替えてみようかと思うんですけど、使うのはこの 会計ソフトのフリーの会社設立フリーというものののです。でこのフリーのいう会計ソフト会社がこういうのを作って、まあ、要はここで会社設立をしてもらって会計ソフトを契約してもらいたいということで、まあ、そういう意味で無料で作られ使えるようになってますで私はこのフリーという会計ソフトは仕組み的には素晴らしいと思うんですよ で、これ <laughs> 一応言っておくと本でも取り上げたりしてるんですけどもこの本とかでもですね、取り上げてるんですけど、まあ、別にフリーが好きというわけじゃなくてやり方は大嫌いなんです。やり方とか商売の仕方は大嫌いです。大嫌いで、特に税理士に対する商売の仕方は大嫌いなんですけども、まあ、ソフトシステムとしてはまあいいなと。 でただ、それも消去法ではあるんで、他のマネフォワードとか、余裕とかと比べるとって感じなので、そこはちょっと最初にお伝えしておこうかなと思います。で、この会社設立なんかも、これはよくできています。よくできていると思いますので、まあ、そこの,そのシステム的なところをうまく使ってということでやっていただければなと思います。で、これでまあ会社設立でこうログインをしていくわけなんですけど、ログインするとこんな感じで、あ、あログインするとこんな感じで出てきます。で、まあ、なんかこのあたりで、 連絡先、これちょっと、うん、適当に入れてるんで、こういう電話番号になってますけども、でこれで11月、このここでもう一度、ここで設定をしていこうかと思うんですが、この所要時間とか別にいら,いらないよなと思うんですけど、<laughs> でこの法人の携帯、照号を決めましょうということで、株式、合同会社、まあ、一般的にはこの株式会社、合同会社になるかと思うんですよ。 でこの辺にも書いてあるんで、まあ、その辺見ていただいてもいいんですけども、合同会社は設立費用が安いと、10万ぐらいなんですよねで、株式会社は20万ぐらいではあるんで、でまあ、株式会社の方がまが、あ、見た目はいいっていうのはあるんですけども、まあ、別に見た目関係ないっていうんであって、会社がとにかく欲しいと、で会社を作るそのメリットとして、まあ、個人でやってる方、個人事業主の方とか、フリーランスの方が会社にするメリットとしては、まあ、節税効果っていうのはあるんですよね。 で節税効果はこの株式会社も合同会社も一緒です一緒ですし税金も一緒ではありますのでその設立の費用とあとはまあール会社の方が細々とした手続きがいらないというのがあります、今後です、ね。株式会社だと10年に1回その自,分です、ね、自分の社長、まあ、役員を登記という手続きをしなきゃいけないんですよ。法務局でどとこに行って、まあ、最大10年までそれを延ばせるんであので,でそ,れそういうのが合同会社はないとかですね。 そういったところはあります。で口座名義が <laughs> 株式会社だとカッコかになるんですけどカッコかなりなんとか、まあ、なんとかなんとかかってなるんですけどうちだったらカッコ株式タイムコンサルティングになるんですけど合同会社だとカッコドになりますドドでうちがタイムコンサルティングが合同会社だったらカッコドタイムコンサルティングというふうにはなります、まあ、でもまあ合同会社でもだいぶ浸透してきてますんでこれって何ですかみたいな。 ことは言われることとはなないいかなと思います。で私は2007年に合同会社を作ってそれを2011年に株式会社にしましただからそこを両方知ってるわけなんですけど合同会社の時にまあ別に困ったことはなかったんですけど面倒くさかったのは合同会社っていうので名刺とかに書いてあると「あの一緒にやってるんですね」とか「みんなでやってるんですね」 その合同って言葉なんで、これ、あの英語、英語と言えば、英語だと LLC って言うんですけど、LLC だったらもうちょっとかっこよかったと思うんですけど、その合同ってなったんで、なんか、一人でやってても合同会社って思われて、合同で何かやってると思われて、それ聞かれるのがめんどくさかったですね。あとは自分の肩書きとして、結局株式会社は正しくは代表取締役なんですけど、まあ、その後社長がついたりとかするんですが、まあ、その合同会社の場合は代表社員っていう言い方になります。 んそ,そのちょっと名称の違いっていうところがありますね。で、合同会社から株式会社に変えることも15万ぐらいでできます。まあ、ただですね、司法書士に頼んだ方がいい部分なんかもあったりして、その手間はかかりますし、まあ、ちょっと2ヶ月ぐらいかかるってところもあるんで、まあ、そういうものだと思っておいていただければ、まあ後で変えちゃえば、かもしあれだったら変えちゃえばいいかなと思います。で、法人の名称の位置は前、前株、後株ってあると思うんですが株式会社タイムコンサルティングなのか、タイムコンサルティング株式会社なのかみたいなところです。 称号については、まあ、これ私実際失敗したんですけど、読めるものにした方がいいです。なんかアルファベットとかです、ね、私ラテン語にしちゃったんですけど、もうしょうもないですよね。最初はえ,えやと思って、かっこいいかなと思ってつけたんですけど、いや、これ読めないよねと、綴りもちょっとめんどくさいしっていうのがあるんで、まあ、読めるものにした方がいいかなと思います。 でまあ、それもあって、株式会社に変えたっていうのもあります。それも理由の一つで,ですねで。読めるものにしておいて、で一応ですね、検索しておくといいかなと思うんですよで。商標登録っていうのもちょっといろいろ絡んできたりはするんですけど、まあ、例えば Apple とかですね、フリーとかっていうのは使えないわけです。でその一応検索して、まあ、そう似たような名前がないかっていうのを見ておけば、まあ まあね、ネット上に出てこない名前もありうるんですけども、ね、ひとまず検索しておけばいいかなと思いますで検索して似たような名前があるってことは、まあ、やっぱり今後その会,会社の名前で活動していく上でもネックになりますんでめちゃくちゃライバルいたりとかだったらちょっと変えてみるとか、まあ、そうした方がいいかなと思いますあとはあのホームページなんかを作るときのドメインの関係でそのドメインが取れるかどうか うちだったらタイムコンサルティング COJP っていうのが取れるかどうかっていうのも確認しておいた方がいいかなと思います。もし取れない場合は、ちょっと会社名を変えるっていうのも考えてもいいかなとで。そのドメインはホームページだけじゃなくてメールアドレスでも使えますんで、まあ、そこは確,確認はされた方がいいとは思います。でこれで称号ということで、まあ、例えばこれ称号のチェックとかしてくれるのかどうかですけど、 こんな感じで入れておきますで,これで保存して、このチェックマークでもうだいたいこれで分かっては分かりますんで、でこの住所も,もちょっと適当に入れます。でこんな感じでですね、で住所を入れて、でこの陶器の住所っていうのが結構大事なんですよね、陶器って。その 登記という登録が必要になるんで、法人の場合は、じゃあ、その今住んでる家が登記できるかどうかっていうのがあるんです。通常、居住用でこの契約してると、登記しちゃいけないですとか、まあ、何も言われないとしても、こっそりやってもバレない人はバレないですけど、後で問題になるとちょっと良くないんで、で引っ越しをしたりすると、この登記を変えるっていうので、お金がかかるんですよ。で、基本的に3万円かかります。3万円もかかります。 その管轄の外に出ると例えば品川区から中央区まで移動移転すると、まあ、それで6万円かかるんですよ何のお金やんと思うんですけど <laughs> でそれうはうかかるんで、まあ、引っ越しをしないような場所で登記できる場所でその許可が出るようなところっていうのがあるといいかなとであとはもう今バーチャルオフィスっていうのがあるんでうちもバーチャルオフィスなんですけど、まあ、年間5万円とかですね 安いところだと思って安いところがあるんですけど、安いところってなくなったりするのも怖かったりもするんで、まあ、高いから大丈夫ってわけじゃないですけど、まあ、そういうところに契約して登記するっていうのもありです、ね、住所を貸してくれるわけです。でただ、バーチャルオフィスだと銀行の口座が作りにくいっていうこともたまにありますんで、まあ、デメリットもあるということです。 バーィスしかないんであとは考えようによっては例えば実家があって実家に登記するっていうのもありはありなんですけどまああと郵送物なんか転送しておけばいいんでまあそれでもいいというのはいいんですけどちょっと登記の場所っていうのはちょっとネックではありますで登記の場所っていうのはう公開されますんで誰でも見れるようにはなりますんで。 例えばご自宅の住所で、まあ、ちょっと載せたくないなっていう場合は、ちょっと別の場所で登記の場所を探す必要はありますかね、法人はそこはちょっと。あそういう事情があります、あとまあ連絡先、これ、連絡先は、ねまあ、フリーからの連絡先でもあるんで、まあ、この電話連絡というのは来るかと思います。 まあそれは無料で使わせていただいてるんで、まあ、そうはしょうがないんですけど、まあ、それはそれ、それはこれで、もし必要ないんだったら、その後お断りすればいいかなと思いますで。代表取締役を登録しましょうということで、こんなん出てくるんですね。ねまあ、ちょっとコメントは差し控えますけども。ねここにちょっと名前とかを入れていきます。いきます。で、この辺はいるのか。 この出資金っていうのはいるんですよね。出資金で、まあその株っていうのが会社なり、合、ま、同、あ、会社は正確には出資なんですけど、誰かお金を出して作るって感じで、これはまあ1円でもいいんですけども、まあ10万円とか、まあ、少なくとも10万円、できれば100万円とかにしとけばいいかなと思います。ちょっと行き過ぎますね。で、生年学費とかいるかな。生年月いるような気がしますね。 ちょっと適当に入れていきますで、こうすると、この資本金100万円ということにはなるんですよね、100万円ということになって、で、まあ、こんな感じで、1株の価格っていうのは、まあ、あの適当で、<laughs> 適当でいいかなと思います。あんまりあの価値は、まあ、ないんで、1万株、まあ、ここに出てくる100万円だったら1万株とか、まあ、それでいいかなというのがあります。 でここは一応株式会社株,株主総会の承認が必要でそのまんまで大丈夫です。で、これは今、一般的にこの取締役会というのは、大きな会社とかだと株主が集まって集ま,集まって話し合うっていうのと、その取締役が集まって話し合うということで、やっぱり2段階にしとかないと、まあ、そうしないと株主ってあ他の人が株持ってるわけじゃないですか、まあ、そうするとそこでいろいろ決められてしまうと困るっていうのがあるわけですよね。もちろんそうならないようにしてるわけなんですけど、 でまあ、その普通に会社を作る場合であれば取締役会というのはここに標準であるように設置しないにしておけばいいかなとだから株主総会ご自身が株主なんで,で株って、ね、結構その大事ではあるんでいやお金を出すよと出資するよって言われた時には重々考えた方がいいです例えば100万円であっても誰かが900万円出してくれて1000万円の会社を作るってなったらそれは900万円出してる人の方の 意見が通るわけですね法律的にもだからもし自分が社長をやっててもあじゃあちょっとクビに首にするよって言われたら株主総会でクビにするって決めましたって言われたらクビになっちゃうんですよそういうのって結構あるんで、まあ、少なくとも、まあ、出してもらわないというのが私はいい,いと思いますどなたからも出してもらわないとでまあその一緒に仕事をするとかなんか提携するとかっていうのはありにしても、まあ、別にそのめちゃくちゃお金が必要とかそういう特別な理由がない限り 株主はご自身1人はいいです。まあ、家族とも分けない方がいいです。家族とも分けない方がいいです。でまあ、今、株主1人でもいいんで、もう1人で持っておい,たお置いておいて、で家族はその役員にするとか、まあ、そういうふうにしておけばいいので、株,株主にその子で分ける必要はないかなと私は思っています。まあ、揉め事の種にもなるので、でこのうん、これですね、取締役の任期。 っていうのが先ほどその10年まで延ばせるって言ったそれで、これ、標準で 2, 2年になってるんですけど、これ、も10年にしておけばいいかなと思うんですよ。もう2年ごとに、登記で手続きが必要になって、手数料も必要になるんで,で、ただ、10年後って忘れるよねって、う,うちの会社もちょっとドキドキするんですけど、忘れてないかみたいな、一応それはもうあの分かるようにしてはいるんですけども、10年後に忘れないようにしておくということで、これ、その登記っていうのを忘れると、3万円とか罰金がかかることがあるので、 ここは気を,気をつけていただければ。で、保存ですね。で、事業の目的っていうのは、一応その定款っていう会社の,そのルールブックみたいなものに入れるんですよね。で、業種として、じゃあ何にするかっていうのをここで選んでいただくと、大体このフリーの中でいろいろ入れてはくれるんですよ。入れてくれるんで、で、結構広めに入れておいた方がいいかなと思います。なんか、これもやるな、これもやるな、みたいな。こんな感じで入れてはくれるんで。 で、あとセミナーとかやったでん、これ大きな声で <laughs> 大きな声で言えないか、あれですけども、のここに書いてないことをやったからといって、まあ、絶対ダメかっていうとそうでもないかなと、一応それの逃げとして、この2帯関連する一切の授業みたいなのが入ってるんで、まあ、ここで、じゃあ、例えばなんか新しいことを始めて、 なんか定価に書いてないじゃないかっていうことで誰かに何か言われるまあなんかそういうそういう面倒くさい方がいらっしゃったら言われるかもしれませんけどもそういうことはまあ可能性としては低いかなとただこの一切の事業っていうのはもちろんここでフリーは入れるようになってるんで、まあ、こういうとこは本当素晴らしいと思うんですよこういうとこはですねあのフリーの会計も会社設立フリーもですね で、法人であ、保存して、で、この決算期ですよね。決算期でていつでも決めれるんですよ。で、今、な,なんか10月になってますけども、これ11今が11月からかなと思って。で、セオリーとしては、今11月、これ、取ってるのが11月8日なんで、11月8日に会社を建てたら、1年経った10月っていうのが、まあ、一つの考え方なんですよね。あとはいろいろ考え方があって、この、 決算の時にめちゃくちゃ売り上げが増えると、12月にめちゃくちゃ売り上げが増えるってことになると、12月決算とかにしていると、この決算、その節税が間に合わないっていうのがあるんですよね。どう節税すればいいかわからないみたいなのがあるんで、まあ、12月にじゃあ100万、100万、100万だ。<laughs> 12月に1000万利益が出るかもしれないし、3000万利益が出るかもしれないってなると、じゃあ12月その利益が出たら、もうその後、 何もしようがないですよねだからそういうののめちゃくちゃ売り上げが上がる月があるんだったらそこは避けてその月が初めになるような感じ12月がめちゃくちゃ売り上げが,上が増えるんだったら11月決算にするとか、ねまあ、そういうのが1つのセオリーではありますでその12月に売り上げがめちゃくちゃ増えた時にじゃあ1年分の役員報酬という自分の社長の絵の 給料を決めるんですけどその給料って基本的に年に1回しか決められないんですよ。え、その始まってから、その決算、決算の,あのじ年度が始まってから3ヶ月以内に決めなきゃいけないんで、まあそういうルールがあるんで、利益がドカンと出た時に決めた方が、まあ決めやすいですよ、決めやすいですよね。で、そこで1000万出たらこれぐらいにしとくかと、3000万出たらこれぐらいにしとくかみたいな。まあ3000万っ大,大きいですけども、まあなんかそんな感じにしてます。で、ここに書いてある、この、うん 免税期間を最大限活用できる場合がありますっていうのは、会社を作って、いろいろ要件はあるんですけど、資本金が1000万未満とかですね、まあ、その他の要件があるんですけど、会社を作って 2, 2, 2, 年2期ですね、2期、2事業年度、2つの年度は消費税を納めなくていいっていうのがあるんです。これは今もあります。ただイインボイスっていうののがご存知の通り、 2023年10月から始まってるんで、インボイスに会社を登録するんだったら、それ関係なくなるんですよ。だからこれ、情報としては古いんですよね。まあ一応、場合がありますってうまく書いてるけど。だからイン、法人をインボイス登録しないんだったら、まあ11月に経てたら10月にした方が、それ、12か、最初の年度が12ヶ月になるんですよね。12ヶ月になるんで、でそれを、 う12ヶ月になるんで最大限取れるんですよでさっきの消費税を納めなくていいっていうのは2期なんです2期で年2つの事業年度なんでその最初の事業年度が1ヶ月であれ12ヶ月であれ 1, 1って数えるんですよだから12ヶ月取った方がいいっていうのがこの意味ですだからまあそこを考えつつじゃあ今回はちょっと12月とかにしときましょうか で、よくあるのが3月決算って会社多いんですけど多いと言っても統計によると20%とかって言うんですけども3月決算にする必要はないんですよねなんかその3月決算みんな法人は3月決算っていうわけではないんでいつでも好きな時にっていうのはありますでこれはですね税理士に依頼する場合にはその <laughs> 顧問のお客様が多い税理士だといやちょっと夏にしてくれないかとか,なんかそういうことはあるんですよね 打ち合は少ないんで別にどこでもいいんですけど、まあやっぱり多いところになると12月決算は100件あって、3月決算200件あるみたいなケースってあるんで、ちょっと3月決算も12月決算は避けてくれないかとか、もう6月にしてくれとかですね。なんかそういうことはあり得ます、ね。まあでもご自身で作るんであれば、だからそこを踏まえて今後税理士に頼むんであれば、 もうこの夏の時期にしておいた方がいいって考えもありますけど、それはそれでちょっと消極的な理由なんで、まあなんかあの、12月決算でも3月決算でも快く受けてくれるところで探せばいいんじゃないかなと思いますけどね、私は。じゃあちょっと、じゃあ12月、十二月に、あ十11月にし月にしちゃうといけないですね。ね。これ、なんとなく11月にしてしまうと、今1月8日に会社作るじゃないですか。そうすると11月30までなんで、 そこでまたけ、早速決算しなきゃいけないんですよ。今、たまたまやっちゃいましたけど、だからちょっと、まあ、10月にしときましょうか。今回の11月の例で言うと。でこんな感じで。で、次はまあ広告の方法で、広告って何じゃろとうと思うんですけど、一応ですね、決算をです、ね、公開する義務っていうのがあります。で、合同会社は毎、毎、うん、不要ではあるんで、毎年は不要で。で、フリーの電子広告っていうのは、年間3980円。 取られるんですよ、ね、ですので、これ、あんま大きな声では、あとホームページにするっていうのもあるんですけども、まあ、あの、官報にしておいて、保存しておいていただければいいかなと思います。で、まあ、あとは個別に聞いてください。<laughs> 聞いてくださいということです。で、次ですねあの、準備する書類っていうことで、この個人個人の印鑑証明というのを役所に取りに行く必要があります。で、法人の印鑑っていうのが、これ、印鑑あの 電子印鑑でもいいかなと思ったりはするんですけどもこういう印鑑っていうのが一般的にはこう高いですよね結構ですね結構まあ自分で用意するにしておいた方がいいかなと思います、まあえっと、一般的にはですねこの会社の代表取締役の印鑑と銀行の印鑑とあとは請求書などに押すこの確印っていう四角い印鑑を準備するっていうのはあるんですけど今もう印鑑を押さないですよねでネット上でも作れたりもするんで まあこの自分に用意するで、後で考えればいいかなと思います。ただ、なんかそれをネットでちょっと探して使えるところ。一応、水牛とかになると高くなったりするんですけど、まあそんなに使わないし、まあ <laughs> 何でもいいとは言わないですけど、まあ、安くてもいいかなと私は思います。もちろんそこにお金かけるっていうのもありですけども。で、これでちょっとまた次のステップに進みます。では次の画面に進みます。で、設立ステップに進むで、 でこんな感じで、この定款っていう会社のルールですね。これは、まあ、これは、このフリーがこのおすすめする、この0円、0円、あ、0円ってあれか、これ、年間契約けか、フリーの会計を年間契約すると手数料が無料になるってことですよね。だから年間契約をするんだったらこれで、もしその違うソフトを使いたいとか、月々おしゃれになりたい方はこっちを選ぶと。 年間契約するんだったらこっちでいいかなと思います。で、これですよね。このベーシック。まあ、ベーシックプランとミニマムプランとあるんですけど、私は、うん、ミニマムでいいかなと思いますよね。まあ、このあたりのグラフとかも見やすいわけでもないんで、で、このサポートがもし欲しいんだったらこっち、<laughs> こっちになりますけども、まあ、電話のサポートですね。 まあ、チャットとかメールでいいんだったら、まあでもどっちにしろあんまりサポートって、<laughs> いいときはいいんですけど、そうじゃないときはそうじゃないんで、まあこっちに申し込むにしとけばいいかなと思います。で、次の画面に行くかなと思うんですけど、ちょっと、あれですね。あ,あ、そっか。ここに行くと、<laughs> クレジットカードもここで登録しないといけなくなるんで、ちょっと戻って、ここはちょっとこっちに、 こっちにしておきますか 5, 円で電子定管作成でこれ、紙でやると4万円かかるんですよ。だからご自身で紙でその定管っていうのを作って法務局っていう役所に持って行ったりってすると、そこは4万円かかるんです。で、それをこの,の5000円で,電子で、電子定管だとその五千円、0円になるんですけど、その代行手数料で5000円かかるというところではあります。 本当はもっと高いんですけど、この代行手数料というのが。ただ、まあ、そこはまあフリーと提携してるから、ここを安くしてるですとか、まあ、そういうことには <laughs>、そういう仕組みがありますんで、まあ、そ,そこはもう乗っかってもいいかなと思います。で、この後で、定款ですね、定款認証手続きをする、まあ、この認証というのが役所で必要なんですよ。まあ、もうこんなんいる,いるのかなって言ったら怒られるんでしょうけど。で、まあ、これで、これ 定管を受けけ取りに行かななきゃいけないんで,でその電子款っというので、ネットで手続きしてくれるんですけど、受け取りに行くのは自分が行かなきゃいけないというのがあるんで、でこれで交渉役場を決めましょうというところで、で定款の内容を決めましょうというところで、まあ、こんな感じで作るとで。一応内容を見ていただいてとていうので、ちょっと見てみますか。定款作成日とかで、これで出てくると思うんですけど、 で定管ということでこんな感じで、まあ、こういうのを自動的に作ってくれるんですよね。これは一から作るとめちゃくちゃ大変ですし、テンプレートを変えていくっていうのも大変ではあるんで、まあ、この辺り本当素晴らしいなと思いますよねで。本店はどこに置くかとか、で株式指数とか、でこの株券発行しないというのは、もう株券今 <laughs>、そういうこれが株ですみたいなのってないので、まあ、この株券発行しないで全然問題なくて、この譲渡制限というのが意外と大事でですね。この誰でも株を 好きに売れるようにしておくと、いろいろ、まあ、かなり問題があるので、株主総会っていうのを開いて、承認受けないといけないということにはなってます。で、あとこの相続のところとかもそうですし、まあ、このあたりはよくて、あと中小と、と、この株主総会っていうのをこの招集しなきゃいけないとか、まあ、自分一人株主だったら、こういうところはもう全然このそのままこれにしとけばいいかなと思うんですけど。 で取締役は1名にすると、昔はですねこれが3名必要だったんですよ、3名必要でみたいなのがあったんですけど、今、1名で使えますんで,で、取締役の任期は10年という感じですね。でと、この事業年度って、このあたりちょっと重要で、11月1日から10月31日までの1年間とするというところです。で、このところで、あとはこの辺で、あと代表取締役の名前ですよね。 こんな感じのができますこういう書類を作らないといけないんですよ。で、この専門家に依頼しましょうっていうところで、こうやって印鑑証明書をアップして、で、次に進むとで、身分証明書もアップしてっていう感じですね。で、これで、まあ、そうすると、この専門家っていうところで、今、そらく行政書士だと思うんですけど、行政書士から連絡が来て、で、その手数料の振り込みをすると、これを作ってくれるみたいな。 ではありますでこれでこの定換が、でこれ通常5営業日、お急ぎ便だと3営業日ということなんで、まあ、このあたりも早めにやっておかれた方がいいかなと思います。まあ、めちゃくちゃ早くやってても別に問題ないんで、でこれで行って認証の手続きをしましょうということで、これあれですね、あうそうか、さっきの定換のところなんですけども、この定換を、電子署名済みの定換を受け取ってから交渉人役場に行かなきゃいけないというのがあります。こんな感じで CDR ですよね。CDR ってまだあるのかなと思うんですけど、<laughs> CDR を持ってて、まあ、こういうふうに持っていかなきゃいけないということにはなります。あちょっと で、この交渉役場で認証の手続きっていうところで、この CDR ですね。CDR は、行政書士っていうなり <laughs> そ、ここにある専門家から来るんで、で、それを受け取って、で、こういう現金4万2千円というので、これは定款を認めてもらうのにかかる手数料なんですよ。だからこれは必要なんで、で、これを持っていって、っていうこういうのを持っていってやらなきゃいけないと。で、その後に、個人の口座に、 この定款がこ,のここにタイミングがあるんで定款の完了の連絡が来た予期以降ということで,でこれにの入金するとでこれ法人の口座に入金するっていうのがなんかスムーズスムーズと言いますか通常そう思われるかもしれませんけど法人今作ってる途中で 作ってる途中だと口座作れないんですよ。口座が作れないんで、まあ、仕,方仕方ないっていうのがあるんで、銀行作ってくれないんですよね。その登記っていうのが終わらないと。まあそうしないと、なんか、銀行口座作ったけど登記しないということになると困ったりするかなって感じだと思うんですけど、で個人の口座、まあ、どの口座でもいいので、そこに入金をすると。で、入金するとこの100万円っていうのが、まあ、例えばこれだったら、 井上陽一から100万円が振り込みがあったっていうのが、口座の,の、まあ、ネットバンクの明細に残るわけですよね、まあ、通帳でもいいんですけど、そこに明細が残るんで、それを使って、この後の手続きを進めます。なんかこのあたりも <laughs>、なんか、あれですかね、このネットバンクの明細とか、この通帳のコピーが必要で、その100万円、井上陽一100万円っていうのをその証拠として、準備するってところですね。 で、登記の書類っていうので、これで印刷して、ま、いろいろあるんですよ。ね、こういうのもこうやってできるんで、まあ、いいところでした、ね。で、これを持って、この法務局ってところに、の認証、うん、認証では手続きに行きます。で、設立日は、この、法務局に設立書類を提出した日になるんで、この日に設立したいっていう時に、まあ、提出しなきゃいけないということになります。で、郵送の場合はちょっとそれがずれてしまう <laughs> ということになるんですけど、 で届いた日が切実になるってことであるんで,で、まあ、これをやってで日にちは、まあ、何日がいいとか語呂がいい日とか大案だとか物滅はやめとくとかいろいろありますけど、うんまあ、私は自分の誕生日にしました近かったんで <laughs> 覚えやすいしみたいなのがあって、うん、何のあれもないですで占いのをしている方によるとやっぱ会社の設立っていうのは 生まれるっていうこと、大事ではあるんで、それはちゃんと日を見た方がいいっていうお話もあってですね、まあ、それ私知ってたら、まあ、それやってたかなと思いますね。まあ、別にそこ聞く分には、まあ、その裏、占っていただくのにお金はかかりますけども、まあ、そういった考え方もあります。で、この時にまた現金が入ってですね、このキャッシュレスの時代に、やっぱ、現金15万円とか、ドキドキしますけども、まあ、それを持っていっていただいて、 で、この実印を持って行っってて、この実があの実印印がさき鑑、ですよね。印鑑まあ、やっぱ、口座の時もそうですし、この時も要りますよね。で、登記完了前に、この口座開設をしましょうということで、でまあ、フリーと提携しているこの銀行だったら、登記完了前でも先行して、口座も開設に申し込みいただけますみたいなのがありますね。 でまあ、口座を作って、口座はまあ1個は必要ではありますんで、あの銀行で、まあどっかで、どっかで作るということで、この青空ネットだとネットバンク、ネット銀行なんで、手数料,その手数料かからないと思うんですよね。かからないと思う三菱は結構かかると思うので、三菱はあまおすすめはしないですね。で口座設で利用手数料。うん 無料ですね、全部無料なんで、でその他 SBI ネット銀行ですとか、あとはゆうちょですとか、そういうところは無料ではありますで。こういうメガバンクっていうところは結構月5000円とかかかったりするんで、おすすめしないですし、ネットバンクが使いやすいってわけでもないんで、認証がちょっとうるさすぎたりもするんですよね。まあ、私はおすすめはしてないです。うちの会社は SBI とゆうちょですね、ゆうちょを持ってます。ただネット銀行だとできない手続きとかあったりするんで、まあ、そこの。 メリット・ではあります、ね、であと登記が登記が終わったらその郵便が来るんででもし何か不備があったらやっぱり連絡が来ます不備があってなんかこれがどうのこうのとかっていうのがあったらでそれで待って大体2週間2週間ぐらいそのタイミングにもよりますけど2週間ぐらいでかかるかなーって感じですよね 混み合ったりとかですね、年度始まりとかとちょっと混んだりっていうのがあるんですけど、まあそれで、ちょっとこの法人番号って言って、で、この後に、この後にもちょっと画面があって、まあ年金、社会保険の手続きですとか、役員報酬を決めるとかですね、税務署に書類を出すとかっていうところもあります。で、これ次に行けないのかな。これで。 銀行を次に行けたほうがいいんですが、行けないようになってるかそうですね、行けないようにはなってますね。次の画面で税務署に出す書類ですとか、そういったところがありますんで。 で税務署にはその法人の設立の届け出ですとか法人作りましたで届け出書ですとかあとは青色申告ですね青色申告の届け出しょ、まあ、これは出しておいた方がいいかと思うんですけど、まあ、あとは別に出さなくてもそんなに大きな影響はないんですけど1、まあ、つですね源泉所得税っていうのがあるんで自分会社から自分に給料を払った時に源泉所得税って会社が預かるんですよ。 で基本的には毎月それを払わなきゃ、毎月10日に払わなきゃいけないんですけども、1人の会社でそれ毎月払ってると結構めんどくさいんで、それを年2回にできるっていう届けがあります。で、フリーだとそれもセットになってるかと思うんですけど、厳選所得税の納期の特例の届けでしょみたいな感じで、それだと1月から6月分を7月10日で、7月から12月分を1月20日、年2回だけ払えばいいんで。 でそのうちその住民税というのも会社で預かるようになるので、それもやっぱり役所に手続きすれば、その納期の特例と、納期って、まあ、そのの納税の期限ですよね、納税の期限の特例の手届けでっていうのがあるので、まあ、それを出しておけば、それは紙で出さなきゃいけないと思うんですよね、それを出しておけば、あの年に2回っていうのが、にできます。あと社会保険も、社会保険の手続きなんかもそのやらなきゃいけないんで。 まあ、あと、それとインボイスですかね、インボイスのと手続きをするんだったら、まあ、このタイミングでインボイスの登録申請というのをしてやっておくと、でその番号が来るまでは、まあ、もう仕方ないんで、仕方ないんで、その番号が来てから、またその番号を通知するとかですね、そういうことがの、もしその法人を作ってからすぐに取引がある場合は、そういうのも考えなきゃいけなくはなります。こ、まあ、こんな感じでで、ねまあ、うういとあれですけど <laughs> 役所が一応チェックはするんで、まあ、そこが何かあったら不備っていうのはあるんで、ただ役所がチェックしきれないようなところ、まあ、例えば会社のやつ、ね、会社名ですとか、資本金の金額とか、まあ、この後に役員報酬の決定とかですね、まあ、そういうところはまあしっかり考えて決めていただければなと思います。まあ、最初に、まあ、こ,れこれを使って設立の相談をするっていうの。 できますし、まあうちでも受けていますし、まあ、そういうのも利用するっていうのもいいかなとは思いますんで、まあ、最初に決めて決めちゃうと変えるのにお金がかかるとか決めちゃうとあとは変えられないとかすごく面倒くさいとかっていうのはあるんで、まあ、これでちゃちゃちゃっとはできたりはするんですけどいろいろ考えるとこはあるかなと、まあ、今日の YouTube の中で、まあ、あ,るある程度お話はしました。 まあこんな感じで、投機お任せプランとかってあるんですね。東京お任せプラン有料っていうのもあって、これだとまあ5万円かかるってことですね。5万円だとまあこういうのも全部やってくれるよっていうのがあるんですけど、まあどうでしょうね。まあこれを任せちゃうっていうのもありでしょうけど、まあ差額の4万5千円の仕事だと思って、ちゃっとやっちゃってもいいかなと思いますね。考えようとしては。はい、というところで、今日は。 会社設立フリーを使って会社を作るということでお話しさせていただきました。まあ、ぜひこれも利用してみていただくといいかなと思います。ではこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。